はい、東京 YouTube 整体の、平野です。まあ、最近こう、まあ、美顔術ね、すごく YouTube 動画にもね、たくさん、載させていただいて、本当に、毎日ワクワク面白いことの連続なんですけども、まあ、なんで、立ってやらなければいけないかというところなんですが、まあ、普通はですね、こう、まあ、仰向けに寝てもらって、まあ、こういったところで持ち上げたり、こうマッサージしたり、脂肪を、ね、どうのかしたり、頭蓋骨を、ね、ゴリゴリしたりするのが、まあ、普通だと思うんですけども、まあ、私の考えとしては、それはですね、やっぱりアウターマッスルを、ね、こう動かしてしまう、アウターマッスルを鍛えてしまう、ですから私の考えで言うとインナーマッスルを操作した方が、まあ、速攻性もあるし持続力が違うというふうに、考えています。で、立ってやるためにはですね、当然足の裏もしっかり、地に足に ついている状態、そして、まあ、関節の、靭帯が緩んでいる場合はね、こうネジが緩んでいる場合も、インナーマッスルうまく使えないんで、靭帯もしっかり、そして、重心もしっかりさせて、足の裏がしっかり使える状態、そして、この頬をですね、ぐーっと持ち上げるというか、まあ、自分でこう押し下げてもらうんですけども、そうすると足の裏でぐってこう踏ん張れるんですね。その、まあ、大地と足の裏と、ここのつながりが、まあ、インナーマッスルを通して、この頬の、ね、リフトアップを、より、まあ、効果的に、ね、してくれるという、そんな、理由です。まあ、座って、座骨からというのもあるんですけども、足の裏の方が、まあ、断然分かりやすいですね。ですから、お客様もですね、こう押してる時に足の裏に来てますかっていうと、はい来てます、これが今インナーマッスルが使えているんですよという、証拠になります。まあ、同じようにね、こう見よう見まねでやってもらってもですね、多分、足の裏には伝わらないと思います、いきなりやった場合ですね。ですから、当院の、美容整体は、足の裏から、作り上げる、そしてインナーマッスルを使って、まあ、速攻性と持続力を、持たせるという、そんな、変わった、美顔術を、やっています。愛知県蒲郡市というところでやってますが、東京大阪もですね、出張してやっておりますので、よろしくお願いいたします。